世界のネガティブな出来事に対して全て陰謀という人たちをどう思いますか？人工地震やコロナやビル・ゲイツがワクチンにがん細胞が入ってるなど、お金の周りの友達にそういうやつがいてワクチンを打つと言ったら本気で止められてドン引きしました。そういう脳内花畑のやつに何かいい論破ありませんか？ビル・ゲイツがワクチンにがん細胞を入れてるとすると、そもそもそのビル・ゲイツが全てのそのファイザーだったり、モデルナだったり、アストラゼネカだったり、で中国だとシノバックっていうワクチンがあったりとか、で、まあ、アストラゼネカがイギリスで、で、ファイザーはアメリカで、で、ただファイザーの場合ってファイザー・ビオンテックっていう、ビオンテックっていうドイツの会社と共同でやってたりとかで、まあ、割と世界中にワクチンの会社があるんですけど、それの全ての株を持っていて、さらに研究者として、その調剤の際に、がんの細胞が入れられるぐらいの能力がなきゃいけないんですけど、あと問題が一つあって、がんの細胞をそこに入れたとして、それを注射したとしても人はそんな簡単にがんにはなりません。はい。例えばがんの細胞が体に入るとがんになるっていうのであれば、がんにかかった牛とかでもダメだし、で別にがん患者とかの治療をしてる最中に、じゃあがんの患者が咳をしましたとかで、その唾液を吸いましたとかでがんが移るとかないじゃないですか。なので、基本的には他人のがんの細胞を体に入れたとしても何の影響もないんですよ。要はもし食べたもので影響があるんだったら、牛の病気大体みんなかかってると思うんですよね。牛とか豚とか鶏とかなんかいろんなタンパク質食ってるじゃないですか、口から入れて。でも別にじゃあ牛とか魚とか鶏とかの病気になりますかって言うとならないじゃないですか。なので、基本的には他人のがんの細胞っていうのは人間は体に入ってしてもそれが増えることはないんですよ。要は自分の DNA の変形っていう、まあ、自分の DNA って人間の設計図っていうのがあるんですけど、で、その人間の設計図自体が途中で間違った設計図っていう、いや、ちょっとずつ設計図変わっちゃうんですけど、で、大体間違った設計図にすると、これじゃ作れねえよっつって細胞崩壊するんですけど、たまに作れちゃうっていうのがあるんですよ。間違ってるにもかかわらず作れちゃうっていうのがあって、で、間違ってるにもかかわらず作れちゃうはたまにあるんですけど、だからさらに間違っててるにもかかわらず作れちゃって、さらに無限に増える細胞っていうのがたまに生まれることがあるんですよ。本来であれば、がんって、がんじゃ細胞っていうのは50回ぐらい分裂すると勝手に死んじゃうっていうのがあるんですよね。なんかテロメアっていうこうタンパク質があって、それがちょっとずつ減ってって、そのテロメアがなくなるともう細胞分裂できませんってアポトーシスっていう自己崩壊みたいなのを起こすんですけど、っていうその機能があるんですけど、その機能もぶっ壊れちゃって、増え続けるっていうタイプの細胞がごくたまに生まれて、それががん細胞って言われるんですよ。なんでバカスカ増えるって言うんですけど、ただそれは本人の DNA だから増えるわけで、全然関係ない他人の DNA とか体に入っても、いやいや、増えようがないよねって。別にそれ最初から求めてないんで、みたいなので、なので、そもそもの、もうちょっと調べると、がん細胞をワクチンとして注射で打っても意味がないよねっていうのを気づくと思うんですよね。